with Necro. モグラを追う矢神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海藤の破門をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄される神室町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ねトウジョウカイ系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組のフルカムだ。流れ玉で肩木にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは凶霊界の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。ああ、昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を？要するに凶霊界からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条界本家も黙ってねえ。凶霊界との報復合戦になるか。ああ、今の神室町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。
昨夜銃撃の時は東も事務所にいたらしい。あいつんとこならまた何か情報が入ってきてるかもな。もしもし。八神さん。え？ああ。八神さん。すみません。ん？八神です。
ありがとうございます。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。